ちは。こんにちは。こんにちは。こんにちは。久しぶりのバス釣り。俺久しぶり。エマちゃんバス釣り出るのも久しぶり。久しぶりですかね。ね。はい。そして特別でゲストの、はい。放送作家の水野さんです。よろしくお願いします。バス釣り、おかぶりは2回目です。この間一緒に行って、鶴野さんだけ釣ってちょっとね、それは不本意なんで、はい、めっちゃ撮ってる。お久しぶりです。徳ちゃんの彼女だっけ？あれ？いやいや、仲良くさせてもらってます。お揃いでね、今日は。いや、分かる。やるぞやこういうの乗っかるからコメントでめっちゃ言われる。この6人で、はい、行きましょう。はい、楽しみ。いやー、嫁行くよ。はい、到着しました。はい、今日は戦争ですよ。僕はトップなんで、ここから行ける。釣れそう。いや、この時期はなんかトップのイメージが本当あるっすね。釣れそう。なんか懐かしいな。3年前ずっと毎日仕事だったね。1キロ2キロ歩いてましたもんね。水に行けなかったもんね。エガちゃん、トクちゃんも参戦でございます。俺はスピンガバイ。はい、ヨライさんと一緒。あ、マジで？はい、自分だけベイトで。持ってったー。どうかな。徳ちゃん、巻いたが早かですよ。で、こういう時にエガちゃんがあっち側でなんか釣ったりするんですよね。さあ、しましま舞台でございます。しましまの幅だけが違います。移動ですか？今です。さあ、移動してきました。じゃあ、ワムワム釣れる？釣れると思います。いるわ、いるわ。いいかな。お、当たった。お、ちょっと待って。お、沿いにいるんですかね。バスって一回バラすと、はい、散っちゃうもんだね。時と場合によるけど、そんな散らない。じゃあまず、なんかあれないと、機能的な。消えてからピシャピシャ。さあ、今ルアー交換中でございます。ルアーさん、ワームからミノーに。投げたルアーが徳ちゃんの手元にあって、うん、こっちで付け替えて足元に落とすと。じゃあいいとこ投げてね。来た来た来ました。ほらバレたんすか。バレた。あれはちっちゃかった。ああ、なるほどね。でもソウルショットで変えてからすぐ。これなんか別の魚かな。ああ、バスとかかもしれない。ああ、ミカちゃん、ここ狙い目みたいですよ今。マジで。ミカちゃん何歳になった？30です。ミカちゃんやっぱ20級の時の方が面白かった。マジっすか。でもまだ30って言っても驚かれるんですけど、どういうことですか。まあでも20級ほどの衝撃はないやん。確かに。そうか、30はいっとるやろうなっていうね。予想ですもんね。どうですか。全然ですね。ダメですか。はずやのにね。その選んだルアーが悪かったですかね。それか。台がつけたとやろか。いいやろね。うちの旦那が。あかん、こんなん言ったらまたコメントが。しましまの旦那が。しましまの旦那が。まだ細い方がさ。変えたいときはでも特徴の方にピョンって投げたら、そうか、勝手にルアー変わって帰ってくるみたいな。すごいな、そのシステムが。そっからは厳しいね。そっからは厳しいかもしれない。ミカちゃんどうですか。もう満タイ。もう満タイですか。もう満タイ。もう満タイですね。中身の
ダメ。どこにいるんだいブラックバスは。ここだよっつって潜ってきましたね。お、まず戻った。あいつなん絶対。さっきの亀。さっきの亀、助けた亀ですか。こっちなんだよ。さっきの亀。こっちがするのかい。さっきエガちゃんが助けた亀ですね。こっちが釣れるらしい。おお来た、徳ちゃん。ナイス。ナイスです。徳ちゃん。ナイス。よいしょ。ナイス。おい、徳ちゃん。ナイスです。あーって。お昼なったのでお昼ご飯行きませんか。お昼ご飯行きましょう。浜勝行きます。はい、行きます。じゃあ最後の場所ですかね。もう多分、ね、おそらく雨が降っちゃうかもしれないと。で、福ちゃんがもうこの状態を見てもうもろたって言ってました。おるおるおる、ブルギルおった。ギル、あ、おおおお、おっとっとっと、あ、ほんとだ。あ、でかいバスおった。おりゃ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 、今ピックアップしたところもーんってなった。そしてでかいバスおった。水野さんも投げて巻くだけでいいみたい。ただ巻きってことね。はい、うわ釣れそうそれ。ただ巻きでいいみたいです。交換しましょうか。すごいな、格好でたくましい腕ですね。褒められてるんかな。どうなん。褒めてないやろそれ。なんでベイトバ持ってきたんですか。なんでベイトバ。おっ、うわ惜しい。惜しい。もう引き上げる寸前に食いついちゃうね。本当ですか。すげえ。お、いやもう上げようと思ったらそれに食いついてきたから、はい、なるほどなるほど。さっき俺もそうなってたもんね。はい、あるぞこれ、あるぞ。来るぞ来るぞ。どんどん投げましょう。どんどん。エガちゃんだけでかいのを投げております。魚が初めて見えた。お、釣れた。お、来た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 。ナイス。よいしょ、よこいしょ。やったー、めっちゃ嬉しい。やったー、めっちゃ嬉しい。やらすな。もう言われたらやるんやから。やったー、めっちゃ可愛い。よかった、ありがとう。ほんともっただ巻きで、ちょっとゆっくりめに巻いたら良さそうですよ。一定のリズムで。お、あったあったあった。当たったですか。もっと当たるよ。頑張って、サイドアップを頑張って。うわ、食ってきた。え、マジですか。ゆかちゃん、ここ、え、ゆかちゃん、ここだ。まだ食ってる、食ってる。お、来た来た来た。こっちに向かっていく、こっちに向かっていく、こっちに向かっていく。ゆかちゃん、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 めっちゃ触られた。ゴリエキ、ゴリエキ、ゴリエキ、ゴリエキとかじゃなくて、ゴリエキ。やったー。でかい。あるかな。あるね、40。やったぜ。でかい。するとー。ナイス。ナイスです。あざっす。でもちゃん途中一瞬油断したやろ、バレたって。いやもうビグビグしてる。うん、いや食ってる。こっち来てるって。まだまだおる。ありがとう。ナイスです。ありがとう。イエーイ。でかいでかい。よかった。一回出してきた。ちょっとこれはここに貸して、誰のか知らんけど。OK の貸して。OK。でもあのエガちゃん、あの奥に投げたですね。お、エガちゃん、エガちゃん、意外、ナイス。同じぐらいのサイズです。本当だ。
確かにかわいい、すごい食ってきたんですね。やったー、ほらお腹減っとったばいなですね。ありがとう。2匹目ナイス。右目の前をおるっすよ、あの壁沿い、正面よりちょい右の壁沿いっす。多分さっきおったっす。お、釣れた、釣れました。やったカツバス、めっちゃちっちゃカツバス、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。やったイエーイ、おめでとうございます。いやでもおめでとうございます。よかった、釣岡さんに初めてバスを釣らせていただきました。ありがとうございます。なんかもう釣れる気がしないだけん、ちょっと今から秘密兵器パワハラしてくる。ガチャン、その竿貸して。竿ば奪い取ってやった。おガチャン釣れた。エガちゃん、エガちゃん、竿取られたけど。はい、ちょっと物申しようか。はい、俺さっき俺竿変えたろ。何してくれと。これ変えます。さてや、変える。変える。これやな。わあ。割れました。お、あ、お、お、ついてる、ついてる。ついてる。サイズアップか。サイズアップか。ついてます。おお。サイズ、サイズダウン。サイズダウンですね。サイズダウン。あれからさらにサイズダウン。おめでとうございます。2匹目、人生2匹目のバス、今日もう初めてで2匹です。はい、イエイ。ということで今回は、はい、僕と畑くんが、はい、です。まあ俺はずっとカメラしてたから。おーゆかちゃんの大きかったね。ゆかちゃんの大きかったね。楽しかったっす。人生初の初のバスがサイズダウンしていただいて10センチから8センチになる。じゃあ次は目指せ6センチ。だんだんちっちゃくでも楽しかった。楽しかったですね。以上、バーベキューしに行きましょう。はい、さよなら。お疲れ様でした。肉買いに行こう。肉、ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。